はい、皆様、アニョッス。本日は昨日に引き続きスマブラですが、なんと、ゆっくり実況者大集合で大乱闘です。実は先日ゆっくり実況者さんが集まってワイワイスマブラトーナメントしたのですが、本日はその後に、何名か残ってお遊び乱闘したので、最初からダメージ 300%、ゆっくりサドンデスカオス乱闘をお楽しみください。トーナメントの方は後日、みんなで投稿日合わせてアップ予定なのでお楽しみに。それでは吹っ飛びまくり、カオス乱闘をお楽しみください。ふふ、ここでもゴルドーが大暴れじゃ。ロングタイムさん、すまない。からのボンちゃんさんも。けどこの後すぐに、復活して無敵状態のロングタイムさんに、すぐにお返しで倒された。これはゴストックだけどすぐに終わりそうだな。少しでも油断したら死亡。めっちゃ集中して油断してなくてもすぐ死亡。スピーディーでめちゃ面白い。またゴルドー炸裂じゃ。お、ここに来て4ストで虫が暫定トップ。からの速攻で瞬殺される。ロングタイムさんマック、素早い。ここでペルーさんが残り一気に。はい、虫もあっという間に2機でトップはボンちゃんさん。これはボンちゃんさんを倒しておかねばと思ったんだけど。はい、狙ってないとこでまさかのペルーさんにとどめ。ごめんなさい。そしてここで全員並んだ。さあ面白くなってきました。危ない危ない、挟み撃ちで倒されるとこだったぜ。はい、この一撃をまさかの生き残ったボンちゃんさん。でもすぐにロングタイムさんは倒した。残りワンスト2。虫は相変わらず、ゴルドーセコセコ作戦。ふ、安全に遠くから当てていくぜ。おし、ここはボンちゃんさんを一回狙おう。と思ってたんだけどまさかの再び。はい、またもボンちゃんさん狙いで他の方を倒す虫クオリティ。うん、まあ結果オーライだ。おお、危ない危ない。あと数センチで死んでいた。ということで、ラストはボンちゃんさんとの一騎打ち。おし、まずは戦勝。さあ、このまま逃げ切れるか。虫、余裕でかわされる。でも相手が逃げの時こそチャンス、こっちが有利だ。今だーってしまったー。主ちゃん、まさかの痛恨空振り。やるではないかボンちゃん。いやいや、君が勝手に空振りしただけだがな。しかし最後は、ウエスまでフィニッシュ。半分ぐらい運ゲーだけど、ギリ優勝。そして主でデデ、怒涛の撃墜数十。ゴルドーのおかげだな。そしてお次、今度は太郎さん、一人さんが参戦。指紋、飛び道具だらけだから気をつけねば。はい、またも開始早々のゴルドー。ははは、今回もどんどん倒していくぜ。で、今何が起こったー。はい、最初に言っていた指紋の飛び道具が下から。うん、後で編集した時に初めて気づきました。そしてここで主、ミラクルプレイ炸裂。なんか勝手に落ちていたー。はい、巻き戻してもう一度、復活からのダイレクト落下。いやいや、マジで何をしたんじゃ。ここに来て、太郎さんとひとりさんが一歩リード。ここは早く同点にせねば。はい、まさかのゴルドを一気に二人にヒット。まずロングタイムさんに当たり。そのままひとりさんにも、うん、これは主の狙い通り、じゃない。でしょうね、みんな知ってる。さあ、太郎さんがまだ一回しか死んでいない。これは狙うしかないだろう。しかし、返り討ちに。お、今のは終わったかと思ったが、下に引っ付ける技だったのかな。で、またやられたー。最高のタイミングで、ひとりさんをの投げ炸裂。そして今のごちゃごちゃの間にロングタイムさんが最初にリタイア。主だけ2スト、これはまずい。はい、あっという間に主、残り一機。ひとりさん強し。おしおし、いいぞ太郎さん。でもまだ主ちゃんだけ振りは変わらず。でもこれで並んだー。そしてひとりさんも倒し、ついに全員一気に。これは熱い展開。お、ここでもゴルドー炸裂で。最後は太郎さんとの一騎打ち。ふ、ビップの主、一対一じゃ負けないぞ。ってしまったー。いや、これのどこがビップだー。はい、
ということで本日はいろんなゆっくり実況者さんとワイワイ遊んでみました。他にも普通に乱闘したり、各実況者さんが自分のタイミングでアップすると思うので、ぜひ見に行ってみてね。それでは、本日はこの辺で。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。